皆さんこんにちは。今日は三宮駅花時計駅まで来ております。ヴィッセル神戸 J1 優勝おめでとうございます。まあね、ヴィッセル神戸はね、本拠地って言いましたら、まあ、この地下鉄海岸線の三崎公園駅がね、あのイングスタジアムがあるんですけどね。で今日ね、あのまあノビエスタジアムなんですけど、で今日あのノビエスタジアムでイベントがあるということで、あのね、ちょっとこういう混雑される時間帯っていう時だけ、あの女性専用車の会場になるっていうんですよね、海岸線ですけどね。まあ、結構ね、こう4両編成でね、毎日終日しと、まあ、これもちょっとおかしいところなんですけどね。というところで今日はこの神戸市営地下鉄海岸線の女性専用車の紹介でした。こういう三崎公園駅のノビエスタスタメージでイベントが合うときは、こうやってあの時間帯によって混雑するときだけは解除になるというところです。2番線の